こんにちは、Dスケです。ということで始まりましたレゴの新作をチェックしようのコーナーでございまして、本日は月一恒例の SNS や海外のブログで噂されています新作レゴのリーク情報をまとめて紹介していきたいと思います。SNS や海外のブログで盛り上がっている多くの噂の中でも発売の可能性が高そうな情報をピックアップしていきますこの動画になりますが、実際にねどのようなセットになるのか、本当に発売されるのかわかりません。そこはあらかじめご注意ください。それでは今月も行ってみましょう。まずはレゴアバターシリーズからです。新シリーズとしてスタートしますこちらのレゴアバターシリーズになりますが、2022年の10月にはこちらの4つのセットが発売予定になっていて、どちらも映画の第1作目をテーマにしたセットになっています。今回の続報として飛び込んできています情報は、製品番号が75576、75578の2つの新作セットで、どちらも2022年12月公開予定の映画第2作目アバターウェイオブウォーターをテーマにしているそうです。ピース数がそれぞれ259ピースと528ピースになっていて、大きなねセットではないんですが、最新映画の内容も含み楽しみです。発売日に関しては2023年1月発売見込みということです。続いてはレゴアイデアシリーズから、前回のまとめ動画でも紹介しました21335という製品番号で、モーターライズとライトハウスの続報です。セットの全貌が確認できます。パッケージの画像がリークしまして、こちらになりますね。いやー、これまためちゃくちゃ物欲そそるセットになりそうです。このセットは2021年にレゴアイデアから製品化が決定したセットになっていまして、元となるデザインがこちらになるんですが、断崖絶壁の島にある灯台というコンセプトは変わりがないものの、大きな岩の土台の部分であったり、灯台のてっぺんの部分であったりと、かなり元のデザインから変更されているようにも思えますよね。そしてこの灯台は建物の上に設置されているライトの部分にライトブリックが採用されていて、さらにね回転するというアイデアだったんですが、このパッケージを見る限りですと光るような表現がね描かれているので、ここは間違いなくライトブリックと、あとはくるくるとね回るギミックは搭載されているのかなって思います。発売日に関しては2022年9月発売見込みということで、セットのね画像もリークしたこともありますので、もう間もなくレゴ公式からの正式な発表があると思いますし、さらなる続報が楽しみです。続いてはレゴマーベルシリーズになります。最新映画ブラックパンサーワカンダフォーエバーをテーマにした3つの新作セットが2022年の10月に発売予定となっておりますが、さらにもう1セットが追加されるようです。製品番号が76214で545ピースのセットになります。付属するミニフィグに関してはエムバグー、オコエ、ネイモラが付属するということです。ピース数も545ピースなので、すでに正式発表されているセットの中でも一番大きなセットになりますね。発売日に関しても同じく2022年10月発売ということで、このセットもう間もなくね正式発表があるかと思います。続いてはレゴスターウォーズになります。かねてより噂されていました製品番号が75331 UCS 版のレイザークレストについての情報です。ピース数と価格が判明しまして、なんとピース数は6187ピースで、価格が 529.99 ドルになるということです。いやー、これはね大人レゴ仕様とはいえ、とんでもない大きさか、とんでもないハイクオリティなレイザークレストがね登場するかもしれないですよね。ちなみにレゴスターウォーズで6000ピースを超えているセットってこの2つしかないので、これに並ぶ大型セットになるのであれば、これは期待しかないですよね。セットに関しても一部の画像がリークしていまして、こちらのシールのね画像であったり、これカーボン凍結されたねキャラクターが描かれたシール気になりますよね。あとは付属するミニフィグと思われます、こちらのマンダロリアンのシーズン1に登場しましたクイールのねミニフィグ画像なんかもリークしています。レイザークレストってそこまでね大型の宇宙船ではないので、このセットのね6000ピースを超えたクオリティがねどんなものなのか全然予想できないんですが、マンダロリアンはね本当人気があるので、このセットめちゃくちゃ期待しています。続いてはこちらの可愛らしいセットになります。製品番号が6424688で、荷台に大きなレゴのロゴが描かれた黄色いトラックになります。こちらは新作セットではあるんですが、購入者特典のセットになるということで、現時点で確認できています情報では8月15日から8月18日までで75ポンド以上の購入で配布されているということです。残念ながらね日本ではまだこのキャンペーンの情報は発表されていないんですが、まあおそらく日本でも時期をねずらしてキャンペーンはね実施されるのかなとは予想していますが、個人的にはね絶対に配布してほしいなと思ってます。なぜなら間もなくね発送されると思います。
こちらのレゴデザイナーズプログラムで製品化されました。こちらのねモジュラーレゴストアとの相性が抜群だと思うので、ぜひねゲットしてこのお店の前にね配置したいなと思ってます。最後はスピードチャンピオンズシリーズになります。2022年の8月にこちらの007のアストンマーティン DB5 とワイルドスピードのダッチチャージャーが発売されたばかりのこのシリーズになりますが、早くも2023年の新作セットの情報が飛び込んできています。こちらの製品番号で6つのセット、価格がそれぞれ 24.99 ドル、 34.99 ドルになっています。このシリーズは世界中のハイパーカーやレースカーをレゴのミニフィグスケールで見事に再現したとてもね人気のあるシリーズにはなりますが、個人的には2022年の8月から展開されています007やワイルドスピードのように名作映画やドラマに登場した誰もが知っている車とミニフィグの組み合わせで、2023年も多くのね新作セットが登場したら嬉しいなって思ってます。はい、ということで2022年から2023年にかけて発売が噂されているセットの中から発売の可能性が高そうなセットの情報をチェックしていきました。ちなみに今年はレゴグループ90周年記念ということで、こんな可愛らしいお城のねセットの画像なんかもリークしているんですが、こちらはねここにアメリカのねスーパーマーケットウォルマートのねロゴがしっかり入っているので、このセットがね発売される、もしくはね購入者特典になっても日本でね手に入れるのは難しいのかなって思ってます。皆さんは今回のリーク情報で欲しいな、気になるなって思うセットはありましたでしょうか？ぜひぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。もちろんレゴ公式や SNS で新しい情報が届き次第改めて動画にしていきますので、よければチャンネル登録して続報をお待ちいただければと思います。ということで本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。